一番このアニメの本編見たいなって思ったのはどれですか？はい、行きましょう。せーの、ドン。一番多いのがデスゲームですね。デスゲーム4人いる。ちょっとなんかずるいしてるけど。プロットをね、考えたんですよ。初めてぐらいに、ストーリーをだからちょっと考えたので、自分の脳内の構成は実はあるので、なんかアニメ化してくれないかな。次に多いのが電脳 SF。電脳 SF が2票。そこでかぶってる。ここがあるぞ。繋い組みで。電脳 SF の2人じゃん。伏線がいろんなところに多分ちりばめられてんだろうなっていうところ、それをなんか最終的に回収していく本編になっていくんだろうなっていうのが、そう、なんかサイバー感のあるやつを見たい気分今の気分がね、今の気分。なるほど。それでいうと、そのなんか謎みたいなのは一切なさそうなんですけど、青春無課編、オセロだけでどうやって物語を展開していくのかが単純に気になる。白黒つけるとか、こう繰り返すみたいなことに絡めたこう、ね、エピソードあるなんか渋いねそれ。あと王道少年アニメ編、少年アニメ編は僕がその舞台で作った本編が、しりとりの言葉で変身して戦うモンスターっていう話があるんですけど、絶対伝わらない、それアニメにしてくれないかなって。大真面目にちょっとどこかそういうところに持っていこうかなとすら、ね、質問ですが、過去作でエンディングがない作品もありますが、今後作る予定はありますか？制作会社が変わる可能性も作家がね。あの頃の衣装、小道具、あの頃の肉体。そうですね、ポイエツチャンネル自体は2周年ですけど、王道少年アニメ編とかね、5年前ですよ。そうか、まあでもね、エンディングだけ撮るなら2期作って。確かにそうですね、って感じですから。確かに衣装がね、再利用されてたりとかありますけどね。そう、他のものになったでしょ。そうそうそう、そういうのね、結構ね、ありますね。質問です、テライデスさんの名字はどこですか？確かにテライデスという名前でね、我々も知らないです。好きに呼んでください。かっこいいな。カメラマンさんに質問なのですが、撮影しながら画面に酔ってしまうことはないのですか？そう、撮影風景動画を見るとワンカットならではの場面転換のためにかなり素早くカメラを動かしたり回ったりと、自分ならとっくに入っているだろうなというところをしていますとのことなんですが、酔ったことはないです。ただ体調が悪いと360度ターンができない日がある。ね、何なんですかね、何期間っていうの、三半期間でやれるのか。だから体調管理に気をつけなければなと思っております。すごい最近ですけど、ジャッジアイズのオープニングをワンカットでやってみたですね。服とかメイクとかちゃんと凝ってたっていう作品なので、自分的にはこう、まあ、出たところでもあるんですけど、一番気に入ってる作品になります。最新作です。まあ、ポイヤツってだいたい何かしら新作で挑戦をするんで、まあ、最新作が一番ワクワクしますね。めっちゃ迷いますけど、和風の2期のやつなんですけど、糸目の星がいたと思うんですけど、それが一番好きですね。やっぱり糸目っていうと何か、あるようなキャラってアニメでよくやっぱ出ることがあるので、それはすごい、まあ、好きというか、癖というか。これはですね、テライルス演じる日常ちょっとサスペン編の主人公ですね。ね、彼女は少年主人公をやらせたらピカイチ。大好き。誰が欲しい？乙女ゲームをそんなにやってないんですけど、出てないし。ただ、誰が好きかっていうと、やっぱり、桃色のバラの、やっぱりこう、イケメンは正義ということで、ずるいですよね、あれは。キバラの君です。
気バラの君はね、なんか後半めちゃくちゃかっこよくなりそう。あと、これは余談ですが、ファビュが、俺をプレイしたときは、めちゃくちゃたぶらかしてやろうと思います。でも、大腹の気いや、もう絶対桃でしょ。自分イケメンにもうたぶらかされたい。多分一番は、和風の、和風ファンタジー編の一期なんですけど、三人で、小道具とか回しながら、カメラも回しながらやってたと思うんですよね。あれは大変ですよね。やっぱりこの、ぽいやつでの撮影で一番大変なのって、こう、物とかを受け渡したやとか、こう、いかに画角をこう、綺麗に見せるかっていうところなんで、それで、カメラ回すって、しんどいですよね。これはですね、和風ファンタジー2期。もうね、武器が折れた時は、心も折れそうになりました。すごい個人的な趣味にはなるんですけど、青春部活編が一番見てみたいなと思います。特殊能力とか、そういったものがたくさん出てくるんだろうなとかって思うと、いや、それ本編で見たいですよね。あと、主人公と、友達というか仲間、ライバルたちとの絡みっていうところもですね、結構、あれだと気になるオープニングなので、あれですよね。だいたい途中で関係性変わってオープニングが変わるんですよね。これはね、青春部活編です。なんか、こう、三人の戦い方の個性とか、あと淡い恋の行方とか、めっちゃ気になります。誰かぜひ書いてください、本編。ジャンル、キャラデザ、曲はどうやって決めるんですか？ジャンルは、結構みんなで話し合って決めますね。ね、これやりたい、そう、まあ、前回これやったから、今回はちょっと毛色変えようとか、言ってみんなでジャンルを決めて、で、まあ、曲を選んでって流れなんですけど、ひたすらその購入できるサイトで聴きますね。何十曲もとにかく聴いて、で、まあそのジャンルが大体決まってるので、その決まったジャンルのアニメをね、見たりしてね、こういう曲調がいいかもなみたいなのを、まあ、目安にして選んで、もうそっからは曲が決まればなんか大体シーンが見えてくるんですよ。キャラデザとか、そういうのはなんか順番って感じじゃないかも。もう一緒に私の脳内でワニャワニャワニャって言ってポッて出てくるみたいな感じで、あとストーリー、そう、ストーリーから考えてるんですかみたいな。あんまり考えてないです、ストーリーっていうよりこういうキャラいるよねとか、こういうシーン入るよねっていう感じで作ってて、ただ最近はそのデスゲームが3つ作ったのとか、あと和風が2期だったのとかがあったので、ちょっとそこら辺はストーリーも考えてみたりはしましたがって感じですね。やはり基本的にはね、シリーズ構成は皆様の心の一つの作品を作るのにどれぐらい時間がかかっていますかっていう質問ですね。 1.5 ヶ月から2ヶ月ぐらいですか。あ、トータルでね。そう、そうですね。スタートから最後までそれぞれの動きはダンスのようにカウントをつけて決めているんですか。人がすごく複雑に入り乱れているので、どこまで細かく決めているのだろうと気になりましたという質問が来ております、カメラに映ってる画角内はもう全てカウントです、絵コンテの段階でカウントつけてて、で結構細かいよね。でガチガチに決まってますね。で、曲に合わせてってことなんですけど、裏方は逆にないです、カウント。そうですね、もちろんその表に合わせてというか、そこに合わせて動くけど、みんながわちゃわちゃしてること自体は、こっからここまでの間にこれをしろみたいな、ざっくりとした指示しかないので、それをみんなね。その間を最短距離で埋めたら、ああなった、うん。そう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 。結構ね、こういう風に映像をこうやって撮ろうって、撮れるねって決めた後は、あとやってみるっていう感じですね、我々ね、結構ね。とりあえず動いてみよう精神はちょっと
パントマイムの人っぽいよ。出演してみたい場合はどこに連絡すればいいかという質問が来ています。すごい、ね、すごい嬉しいお話ですね。まあ、今現在はね、ちょっとそういうのはないんですけど、ちょっとそういう、そうですね、まあ、だけど、まあ、ちょっとね、まあ、世の中ね、状況次第なんですけど、また、またというか、ワークショップとか、うん、開けたらなと思っていて、それにね、まあ、例えばご参加していただくとかが、まあ、叶えば、いいなと思っています。花村さん推しです。普段から鍛えていらっしゃる方なんでしょうか。一番好きな筋肉はどこですかという質問がありましたので、今日いないので個別に答えてもらいます、はい、肩ですね。スーツのシルエットが綺麗になるんで、まあ鍛えたいなってとこですね。今後してみたいキャラ役はありますかっていうことです。役いいかな、いいかな、はい、はい、いきます。せーの、ドン。悪役、悪役、ラスボスが3人いますね悪役、悪役やりたいですよね。なんか多分主人公サイドが多いんですよなんか分かりやすい悪役っぽいやつ、あのロケット団とかドンジョ様みたいな分かりやすい、悪役だみたいなボス、ラスボス、ラスボスやってみたいですね。なんかもう雰囲気ある感じの最後に出てくる真っ黒な人が下からすごいこう高く出てくるみたいな、やってみたいですね。まあどっちかというと主人公寄りだったりとか、あとは本当にギャグ小物みたいな感じが多いかなっていう感じなので、そっちやってみたいのがあります。はい、ちょっと違う、怪物と とかポケモン、でもね、このね、変な動きをするにちょっと近いんですけど、まあせっかくパントマイムの人なんで、なんか不思議な動きとか人間っぽくない動きをする役とかやりたいなって思う。そして料理をする人、なんかちょっと違う方向性になっちゃって偏りすぎてる調理する人とか似合いそうですねみたいなコメントをいただいたのもあって、白宮、そう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 、ね、うん、あ、そういう役だったらちょっと良さそうだなと思って。あのさ、リハビリが必要じゃあ寝る側のねそもそも私なんかその少年アニメのなんか、うん、ね、はい、これと敵し和風の敵しかやったことない。確かに5年間顔を出す役をやってるだからもうちょっと恥ずかしくてうーん、あ、クールなキャラがやりたいですあんまり僕賢いキャラとかないんですよねあ、それちょっとやってみたいなと思います。これはですね、ギャグキャラです。もうね、ふざけたい。なんか、なんか、ぶっ飛んだ役とかしたいですね。ごめんなさい。
の助言ただ聞いているだけ意味はない。今後やってみたいジャンルは何ですかっていうのも来てました。ちょっとキャラクターにね被る部分もあるかもしれないけど、これもせーのドン。みんなやっぱいっぱい書いてる逆アニメと擬人化ものって擬人化もの、なんか擬人化しましたそれ。なるほどね、ギャグはあのボーボーボーみたいな。ガチなやつ。15分、あ、ギャグって書くの忘れた。15分日常ギャグアニメと、はいはいはい、怪獣ものと、怪獣ものっていうのは、まあ、アニメっぽくないんですけど、まあ、あのゴジラのアニメあったみたいな、うん、あのね、着ぐるみの怪獣を作れる人とコラボしたい。マジで。あと、ローカルヒーローの方とコラボがしたいしたい。ローカルヒーローの方とコラボして、なんか街の商店街のアイテムとかを使ってこう街を冒険をしたいすげえいい言い方した。はい、いいですね。しっかりした夢がある。お声掛けください。そういう、はい、あのお声掛けください。ぜひ何県でも行きます。何県でも。続いて、コマ撮り、ワンカットなのに。ワンカットをやり続けたので、真逆のことをやってみたいなと。もともと僕はもうちっちゃい頃からピングが好きだったんですよね。なんで、めちゃめちゃ時間かかりそうで。やばいよ。いや、ね、やばい。コマ撮りやばいよ。コマ撮りっぽく。やるっていう。我々でね。あ、それもいいかもしれない。コマ撮りっぽい。あ、それはすげえ。それは分かってる。それですか。コマ撮りすげえやってこと。すげえパントマイムをする。めちゃめちゃパントマイム。めちゃめちゃパントマイムですね。こういうことです。こういうこと。ジャグアニメ。はい。あの、やりたいキャラみたいなところでもありましたけど、食アニメやりたいなってのと、あの今回の和風ファンタジー2期で結構衣装がっつり入ってるのもかっこよかったなっていうので、ちょっとスチームパンクっぽい感じのやつとかも、いやーやりたーい、いいなーって多分衣装とか大変なんだろうなって思いながらやりたいなと思って。変身シーンやりたいんですよ。あのそれこそセーラームーンとかキューティーハニーみたいなやつとかでも、あと古めのアニメ、あのこうキャラがこうなってて背景が動くタイプの70年代とかぐらいですね。そういうのもね、あのなんか結構それこそあの見てくださってる方のお母さんとかも分かるようなね、アニメもやってみたいなって思うし、はいはいはい、あとなんかアクション、こうこの間の和風ファンタジーは結構特殊能力で戦ってる感じがあったけど、拳で戦うでもやりたい。いや、夢いっぱいありますね。はい、エスパーもの、はい、エスパーの、はい、ガチなね。そう、もう私 SF が大好きなのでやりたい。あの岩とかが浮く浮くそう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 、あの武器が凝ったやつがやってみたい。体験とか持ちたい。あ、いいですね。体験とか、なんかでっかい銃とか、あ、いい、なんかそういう
なんか既存の武器だけどファンタジックななんかちょっとディティールが凝ったやつを作る、ね、もうどうやって作るか考えてる顔してるなと思いますあの日常系のギャグのアニメのオープニングとかやってみたいなと思います。あ、表情だとか動きだとかっていうのがすごい難しいと思うんですよね。だそういうのでまあ我々ならではのこのオープニングっぽいやつをできたらなと思ってます。あとなんかこうエンディングで踊りたいっていうですね。ガチアクションの不良ヤンキーアニメです。これね、まあ僕ら、もともと、パントマイムの団体なんで、で、特に僕は体の動きとかにこだわってきたタイプなんで、このアクションっていうね、盾とかに挑戦したいですね。やってみたいけど、これは無理かもって思ってるジャンルはありますか？せーの、ドン！動物もの。ああ。浮く空を飛ぶ。空を飛ぶ。印象ですね。濃いやつに限界がね。最後に言うやつじゃん。二等身。二等身。ああ、いや、無理だわ。ね、心は二等身になれるんだけどね。あのね、もう、うまるちゃんになりたい。それこそ着ぐるみの世界です。そうだ、飛ぶか、なんかやりたいなっていうんだけど、あの、実空背景でやりたい。ああ、いいですね。あの、カードキャプターさくらちゃんのオープニングのさくらちゃんがパーッと撮ったさくらの花がバーッてやつがすごい好きなんですよ。それをやりたい。一回見せてもらったけど。天気も味方しないとできない。そうなんですよ。外でやりたいっていうのもある。しかも雲もないとダメなんですよ。快晴じゃダメなんですよ。そう。確かに。じゃあ程よく雲がスッて入ってる。条件厳しい。最後の質問かな。ファビュラスさん推しですという方なんですけど、皆さんのお芝居を生で見れる機会などはあるでしょうかという質問が来ています。あるでしょうか。どうですかね。どうですかね。まあ一応あのコロナ前は直前ですかね。2020年2月ですね。はい。あのギャラリーで公演みたいなことをさせていただいて、そこはあの パントマイムの作品と、あのその時の青春部活編がっぽいやつの最新作だったんですけど、そのまあ先駆け上映、はい、みたいなイベントをやってましたので、いや、まあやりたいっすよ。そう、やりたい、やりたいです。みんな舞台畑の人間なので、全然やりたいですね。状況がね、またもうちょっと変わってきたらやりたいなと思うし、ただあの思ってるんとちゃうかもしれん。こういうやつ、まあこういうやつを生でやるっていうのも一回やってみたいよね。それもやってみたいけど、そうじゃないパントマイムもやりたい。へーってなるかもしれない。いやでもぜひやりたいなと思ってるので。その際は来てください。もう本当にね、もうやりたいジャンルいっぱい出てきましたけど、やりたいことはね、すごい。まあそうですね。公演も含めてね、もっといろんなことをしていきたいと思います。こういう企画もね、もっといっぱいやっていきたいと。こういう企画をやってほしいとかね。あ、そうですね。ぜひ。ここで撮ってください、外とかね、ここで撮ってくださいとか、あとコラボしましょうみたいなのは、あのいつでも、もう本当にいつでも受け付けてます。ご協力いただければ。本当ですね。あとこういう衣装があるんだけどもういらないから。欲しい。めっちゃ欲しい。欲しい。めっちゃ欲しいけど、めっちゃもらったら家どうしよう。じゃあそしたら倉庫を貸し出してください。倉庫、ここを倉庫に使ってください。何でも募集しております。何でも募集しております。皆さん本当にたくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもやりたいことがたくさんあります。これからもいろんな動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。
3年目のポイヤツラ、そしてアニメオープニングポイヤツチャンネル、よろしくお願いします。じゃあね、過去作品も見てね、見てねー。